いよいよベストモータリングのメインステージ、つくばバトルで MRS の進化が問われる。バトルからシビック R とシルビアオーテックがエントリー。グリッドはタイムアタックの逆ポールだ。 MGF にはハッチャン。ポールポジションカーの MGF です。この車レースバージョンでも12秒台がやっとなんですが、 MR2 はタクちゃんがドライブ。新型の MRS が出ましたが、旧型の MR2 強化のために頑張りたいと思います。 FR にはやっぱり、今日はですね、まがいものが割と多いですね。ユーノソドスターの真似をして作ってきた車が非常に、元祖としてはですね、元祖、オープンスポーツカー、実力をちょっと思い知らせてやろうと思います。天禄でも早いぞ。シビックタイプ R なんですけども、まあ、MRS と比べると120キロぐらいこっちの方が重いんですけども、馬力的にはまあ40馬力以上あるんで、まあ FF っていうこともありますけど、速い車なんで頑張りたいと思います。 NA200 馬力オーテック、まあ、このライバルの中ではですね、少々重たい車ではございますけれども、まあ、トルクは最大ですから、まあ、つくばはトルクだということを証明できる。台風の目となれるか MRS。 初めて見たときはなんじゃこりゃと思いましたけど、なんかだんだんかっこよく見えてきたし、値段も安いし、走ったら結構速いみたいなんで、もしかしたらこれはヒットかもしれない。まあ今日頑張ってみます。もはや王者の風格、インテアール。久しぶりインテで、ライトウェイトで今日は MRS を見てみようと。5周のバトルスタート。さあ、注目の MRS、 ミドシップのトラクションを生かし、インテを抑え、シビックを一気に抜きにかかる。1コーナーでシビックをパス、インテも続く。さあ、そのインテの車載からリプレイ。 MRS のスタートがいいぞ。スタート失敗のシビックを尻目に、MRS がっちりインをキープ。エンジンはみんな速いからな。 MRS ほら邪魔だぞ。アウトからかましちゃうよ、はっちゃん。ああ遅いよ。 S 字を2列で抜ける各車、 MRS の背後にインテが張り付いた。危ない。危ねえな。危ないのはガンさんですよ。ほらほら、またインテが来てますよ、中谷さん。ガンさんのロードスターが MG のインへ、 MRS もインテと並んでいる。この2部屋を抜ければ MRS 初のバックストレート勝負。全然かなってません、この辺。イエーイ。パワー的にやっぱ全然かなわねえんだな。パワーでかなわなきゃやっぱコーナーで勝負っすね、中谷さん。最終コーナー進入で MG のインへ。トップは MR2、 インテはストレートで3台ごぼう抜き。ホールの MG、 早くも再開か。最終立ち上がりでシビックが前へ。かなり遅いです。MRS、リア寄りの重量配分で安定したブレーキング、さらに立ち上がりのトラクションもいい。ミドシップの利点を生かし、ロードスターに並ぶ。1部屋でアウトから行くか。ハンドリングに定評のあるロードスターもそう簡単には譲れない。1部屋は抑えた。全然ロードスターの方が速いんですけど。立ち上がりの速い MRS、 再びロードスターに並ぶ。コーナー速いですよ、なんと。やっぱり60キロ軽いだけのことあるな、 MRS 君。インフィールド勝負は MRS に軍配が上がった。ストレートはどうだ。くしょう、60キロ軽いだけのことあるぜ。
本当にあんな速いのかよ。シフトミスしやがったな。 MRS 今度はシルビアをロックオン。これミッション入らねえし。 21.8km のトルクは一番なんだから泣き言言わないの。タイムアタックで遅かった MR2 がなぜかトップで3周目に突入。でもトップの座もいよいよ危うくなってきた。はいはいはい、タクヤホラージュやってくれよ。重いんだよなこの MR2 な。その MR2 の後継車 MRS は軽さを生かして追い上げ中。ここは一丁 MRS の、まあ、どこが速いんだというところを分析しましょうかね。トルクはねこの車の方がすごくあるはずなのに、スルスルスルと離されていくって感じ。スルスルスルって、あれなんで離されていくんだろう。なんでって思っているのはシビックの原さんも一緒。これはユーナスに離される。インフィールドで離さなきゃどうしようもないでしょ。インテは MR2 を完全にロックオン。バックストレートで勝負だ。ヘアピンでギアの合わないシビック、インフィールドでロードスターに水をあけられた。もう離されてる感じはないんだけど、コーナーを抜けてみると距離が空いてる。バックストレートは155キロぐらいなんでね。そんな笑顔でインに並ばれてもね、やっぱ軽いから突っ込まれちゃうよな。そう、インテは1090キロですから。この辺のバランスがね、いまいち取り切れてない。リアが少しフロントに比べてロール越し低いんで。ギアの合う最終コーナーとストレートが速いシビック、ロードスターに最接近。回転を落とさないように大きなラインで。シビック食らいつくな。2リッター200馬力同士のトップ争い、違いはどこですか。進入は負けてないんだけどね、旋回してる時のだるさと立ち上がりだよ。重さの MRS のライバルになるはずだった MGF、 調子悪いっすね。荷重移ってからのね、やっぱ動きがちょっとね安定しない。 MR2 に迫ってきた MRS。 でもユーナスロードスターをこんなぶっちぎっちゃったらすごいよね。1号君に追いつきますよ皆さん。インフィールドは残り1周半、 MR2 に届くか。お、 MRS ももう来たよ。最後尾からのスタートでトップを快走するインテ。サーキットの速さはやっぱり別格。最終コーナー、トップ3台の姿勢の違いに注目。サーキットの水にいまいち馴染めない MGF、 最終コーナーではこれこれこれ、ちょっと動きがね、ご存知のように見ての通りちょっと変な動きします。さあファイナルラップ、シビックがロードスターに仕掛けた。マジマジマジ、あ、速いじゃん。加速の伸びはやっぱりシビックがいい。でもコーナーじゃロードスターも互角の勝負。あんた速いじゃん。でもね、コーナーで FR が負けたら終わりだって知ってる？ MRS、MR2 抜けないんじゃしょうがないな。と、何やら冷たいコメントを残してインテがトップでゴール。注目の MRS は3位。ベストラップは MR2 を上回り、なんと10秒台前半。予想以上の速さを見せ、宿敵ロードスターを突き放した。車が軽いからこの車ともかく970しかないんで、
まあ、コーナリングマシンですよ。エンジンパワー的にはね、MRS 全然大したことなくて、コーナーはそこそこいけんですけど、加速で抜けないんで辛いですね。ああいう追い上げモードではね。軽さはどうなの？軽さが効いてて、やっぱブレーキも安定してるし、コーナリングも安定してるんだけど、ただちょっと足が硬くて、あのね、ストレートはユーノスとそんな変わんないような気がした。エンドスピードはただコーナリング遅い。俺は久々にあのユーノスロードスター乗ってみたんですけど、やっぱいい車、あのね、ちゃんときっちり作ってきてるね。ロードスターから見てこれどうだよ、うまいですよ。これはね、知らないうちに行っちゃったからよくわからない。知らないうちに行っちゃった。あのね、コーナーも確かに速いんだけど、その警戒感がある車に。シビックとロードスターいい勝負ですね。いい勝負。ヘアピンはね、シビックギアが合わなくて全然立ち上がり遅いんですよね。最初コーナーみたいなギア位置になってるところはあのすごくいいんだけど、やっぱ速さは実証したということでしょうかね、カンさん。うん、でももう一回ね、ちょっと見てみたいな。やっぱりね、高い車じゃなくて、これ若者はやっぱり値段から言っても注目するんで、はい、だからこれ一発で済まさないんで、うん、そうですね、またね、別な企画でやってみたいな。